紹介っていると思う。誰の？ジョナの。したい紹介。何それ。そしてあげなさいよ。余った余ったって。J さんと大豆とラム3人がそれぞれ皆さんからのメールにお答えしますっていう、アフタートークでお届けいたします。ね、早く質問して。ね、すごいのよ、ここまで。全然せすねえな、今。急に。私も一番長い友達の前です。何喋んねえな。ブチギレてるぞ、これ。ブチギレる時ある。ブチギレる。ブチギレる時ある。ブチギレる。ね、静かにさ、機嫌悪くなることは、うん、正直ありそう。あるあるある。だけど、ブチギレることある。ブチギレすぎると、うん、全部の感情が自分に返ってきちゃう。どういうこと？どういうこと？その自分が発した分だけの熱量が、自分のダメージになるんですよ。どういうこと？後悔するってこと？後悔っていうか、うん、強い言葉が出てくるじゃないですか、うん、その言葉を使うことにこっちも体力を使ってて食らうってことね。あ、で確かに怒るとかさ、体力使うじゃん、うんうんうん、あんま怒りたくないんだ。 あんまり怒りたくない。穏やかに生きていきたい。でもあえて言うなら、発散した時いい時ある気する。自分と似てると仮定するなら、私もブチ切れる時はないわけじゃないけど少ないっていうか、本当にそうなったらもう終わりだから、私がブチ切れたらね、うん、だけどそうなる前にピリついてる時は結構あるわけ、うん、感じるじゃん。結構ピリつくのよ、うん、でもさ、それって本当はさ、一言さ言えばさ、スッて察してくれるのに、言わないでためで、でこっちがピリついてることで逆に周り気使ってる時とかあるから、もし同じタイプだとしたら、意外と周りの人はそのピリつくぐらいだったら言ってほしいって時ある気する。ブチ切れじゃなくてね、サクッと。いやー、難しくないか。いや、言いづらそう、うん、言えないかも。だから本当にもう怒りでどうしようもなくなった時は、その誰かにぶつける前に一人になります。トイレ行くタイプだ、うん、トイレとか車とかに閉じこもって一人になって落ち着いてから立てこもり型戻る。ブチギレはやっぱり良くないけどね。結局私今までブチギレたこと何回かあるけど、いがったこと一回もない。ブチギレで良かったなって思うことは一回もない。わ、うん、かる、うん、でも4人でいる時、うん、誰かしらの機嫌悪い時あるんだって。わかるよ、やっぱり。それはそうでしょ。でも私の仕事はさ、いかにこの収録を円滑に進めるってことだから、うん、その人に向かってピンポイントでいくよね。機嫌直せと思って。うん、でさ、出る側の人ってさ、自分頑張ってるつもりでもさ、やっぱり体調もあるし、うん、こう忙しがったりとかさ、あとさ、いつもの流れじゃないとか、時間押してるとか、うん、いろんなことってさ、全部その出ちゃうじゃん。声とか、うん、あの表情とか、うん、だから結局こっちがさ、うん、バッてなっちゃうから、うん、余計にさ周りの人も気使うし、うん、でもこっちこそ早くガス抜きしないとダメだなって思うから、うん、こっちってこと？その出る側の人はね、うん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 、だからあんまりさ、自分がさお利口さんになってさ貯めるぐらいだったら、早いとこをこの過ぎさせで、うん、すっきりしてやった方がいい時あると思う。結局お金でどうするわけ？あの人にさなって、たまんないの？それたまりますよ。それはさ、成仏さるするの？その怒りはしない。しないから、やっぱ一人でドライブとか行ってさ、うん、ブラックピンク爆音で聞くんでしょ。そうすれば成仏するの？忘れることができる、だよね、忘れる方向だよ。根本は解決しなくない？しない、まあ、だからまた同じ状況にもなるけど、どうしようもない時とかあるじゃないですか。ある、そうね、そういうことね、うんうん、もう全力で何かを丁寧に伝えても伝わらない時ってある、うん、あるよね、バカじゃないと思う、うん、そうなんですよ。バカだらけだろ、世の中なんて。どうなってんのっていう時とかあるじゃないですか。え、聞こ、耳聞こえてる？本当にそうそうそう、だらけだよ。なんかそういう、そういうことがなんか続いた時があって、うん、だから言ってもダメなんだっていう、そのなんか防御をしだしたっていうか。あ、だからさ、傷つきやすいのよ。そう、打たれ弱いから先に自分で守っちゃうんだよね。そう、なるほど、ね、傷つかないように、うん、知らぬ間になんか貼ってるシールド。あ、これもさ、ちょっとさ、あの放送中に言ってさ、深掘りしたがったやつあったな。あ、これ、パパママ幸せさん、過去の自分に伝えたいことがあるとすれば、いつも自分に何を伝えたいですかって言ったやつね。リアルなやつ言ったじゃん、この方。もう一度、じゃあ放送中に言った答えを。中学生の自分に、うん、もう食うな、もう食べるな、もうこれ以上食べないでちょうだい、12年ぐらい前の自分に、その人じゃねえぞっていうことを伝えたいです、うん、あ、その後ツイッターで、うん、あの人だよって言いたい人はいるって書いてる人いたよ。ああ、逆にね、うんうんうん、
あの人にしとけばよかったってこと。そうそうそう、あの人だったよっていう、あの人そういうことか。こうはそれあるよ、後から思うので5年ぐらい前の自分に、自分に固定概念って怖いよって。ねえ、それさ、アクアにも言ってあげてくんない？アクアアクア急に急に名越しアクア、ね、何5年前話せる範囲で何かありますかそれ。なんかその5年前ピンポイントっていうよりは、うん、まあ、そこら辺で分かるよ分かるよ、うん、感じではあるんですけど、ご想像ください、うん、自分はこうじゃないとダメみたいなのってやっぱその、うんうん、ある中で生きていっちゃうっていうか、うん、だしその5年前っても全然リンゴ娘とかだったんですけど、うん、責任が増えていくごとに固くなっていくじゃないですか、うん、あんた一言いい、今全然そこから抜けれてないからね。え、そうなんですよ。そうだよ、だからその時に背負っちゃったものがまだその呪いが解けてないってことか。そう、たでもソロになってそれに気づけたってことだよね。そうですね、うん、だから一個固定概念をぶっ壊したことで言うと、自分はリンゴ娘じゃないとダメだと思ってたんですよ。あ、めっちゃわかる。私グーサハウスやめるとき音楽やめるって言ってやめた。で本当に1年間以上活動しなかったもん、うん、自分グーサハウスの自分じゃないと価値ないと思ってた。そう、でも意外とやめてみたら、ね、あれそうじゃなかったかも、うん、で己としての、ね、今は思えなんだ、思う時が来たとからこそ、なんか自分が今思ってる固定概念も実際違うんだろうな。経験したから一個言えるのは、さらにジョナゴールドじゃなくても価値あるからね。あ、なるほどね。私はさ、大豆じゃない自分なんて価値ないと思って、人前に出てたりとか、うん、音楽やってる自分じゃないと価値ないと思って、うん、作りたい曲とかもうないしと思って、うん、歌はなくなった2017年とか18年から一切の生命活動をやめたの、うん、その時に2年ぐらい生命活動、生命活動っていうか、だってもう誰にも連絡取らなくて、インスタとかにももちろん出てこないし、なんなら親とかにも連絡取ってなくて、心配すぎて親東京来たから ね。でずっと YouTube だけ見てて、本当に引きこもりにいとしてた時あった。いいな、最高だったよ。なんでだけど、大豆にめっちゃしがみついてた時あった。特にさ、仕事しててさ、若い時からやってるし、ジョナゴールドじゃない自分と、うん、ジョナゴールドの時の自分って分けて考えて、こう、うん、オンオフしてるかもしれないけど、うんうん、あるよ未だにね、大豆としてこうやって放送で喋ってる時とか、うんうん、でも今その2年経ってこうやってラジオで喋ってる時とか、もうやばいじゃん今とか、うん、もっと守るべきものあるだろうって聞いてる人も心配になるぐらい私やばいじゃん自己肯定感、一応自分の中で薄く膜あるけど、でもかなりなくなってで、うん、そうなった時に初めて本当の意味で必要とされてるって思ったりとか、あ、自分でもできることあるかもって、頑張って自分の価値を作ろうと思ってたんだけど、じゃなくてちゃんと求めてくれるところにちゃんと返そうって思うようになった。例えば新しい曲なかったら発信することないじゃんみたいな感じでさ、常にこう次作ってとか、自分をこう目標を作ってやってる時じゃないと、皆さんはそういう時の自分じゃないと興味ないと思ってたから、楽しいもの出そうとか思ってたけど、なんかそこからもさらに一個抜けた時に意外な愛され方する気がする。だからなんかジョナゴールド、今リンゴ娘じゃない自分に一回なったけど、うん、でちょっとだけ固定概念取れたじゃん。でもこの後わかんない、それこそなんか挫折したりとか失恋したりとかした後に、ジョナゴールドやってない時の自分なんて価値ないかもっていうのを経た後に、もう一人の人として大丈夫だって思えたら、ちょっとしみるいい歌歌えるようになるんじゃないどうこれ、賭博いては今この話しながら、ね、うん、熱感飲みながら、うわ、噛み締めたいね。まだちょっとその感じある、なんか私は勝手に、まあ当然あるのよこのぐらいの年で、しかも今会社的にもさ当然リードしなきゃいけないじゃん、うんうん、あるのはありがたいことだけど、ないから価値ないってことでは絶対ないからっていうことを、どっか切言葉では分かんない、多分人から言われても切実に自分で思う時あると思う。あわあわあ、そっか、私はそれをこの人からもらったよ。何にも何にもなくなった時の自分を声かけてくれたの。無職に、ね、無職になって、うん、かといって表にまた出てくんのかなとか、大豆として何の仕事も決まってない時に、うん、別にしたいこともなかったし、とりあえず会社辞めたっていうだけで、うん、だったのに声かけてくれる人いるんだって思って、そうやって震えで急いだもん、やべやべやべでそれでデデミでラジオでやって、なんか最初のさ1ヶ月2ヶ月めっちゃさ
面白いこと言わなきゃと思って頑張ってたんだけど、それもすげーメモってきてたよ、うん、A4、3枚ぐらい、もう裏表、裏表だよ、すごい、嬉っしり、申し訳ないけどリスナーさんの送ってくれるメッセージなんて読む隙ないぐらい自分で言いたいことありすぎる感じでやってたけど、それもうやめだね、やめでからの方がリスナーさん増えた気する、うんうん、そうかもね、うん、うん、だからやっぱり自分の価値ってこれしかないから、そこにしがみつくっていうのやめで、私の価値ってあると思いますかって投げてみたっていう、あライブのあのよくさ、あのこうステージからこうやって降りてみたら、見たらさ、誰が担いでくれる人いるっていうことを気づけないから、うわ気づけなかった、それまで私は、いやー気づけないな、今まだ頑張ってさ、これこうだからみんな来てくれるみたいのってさ、うん、あるじゃん、ね、なんかでもそうだ、それを思うまでの経験を、あ必要だけど、まだその10あったらまだ多分2ぐらいなんだよ、うんうん、だからあと8走んねばここまで来ねえよ、うん、だから走れ8、うん、私はめっちゃ失敗もしたりとか挫折してるから、こんな分かりやすい挫折ねえよ、グループ辞めでソロでやってたのに2年もニートして、でそれで地元帰ってきて1回無職になるっていうこんな分かりやすい、ね、うん、うん、サラリーマンを経てさ、サラリーマンせっかくやってたのに無職にまだなるっていうさ、こんな分かりやすいことね、だから言える、ずっと続けてる人だと言えないかもしれない、うん、親父の小言としては、何もなくなった時に初めて人に感謝する気持ちがちょっと芽生えるよね、うん、あいや私なんかそんなこと思ったこと一回もなくてでもでも最近脱いできたよね、あそれは着て、それはもう一枚着てやっぱ曲の人だから、曲の冠の中でさ、もちろんやってていいし、曲としての仕事を全うするっていうのはすごい大事だと思うけど、と同時に俺の個人の価値を高めていくっていうことも必要だと思うけど、なんかだんだんそれちょっとしてる気する最近。もうさ、あの完全にはみ出してんのよ完全にはみ出してんのよ、今金曜日だったら、今まだちょっとうじらも試運転中かも、やっぱさ、何しろ金曜日ラジモと怒られること多いからチャレンジしていく、うん、うん、そのチャレンジっていうのはさ、成長する方のチャレンジじゃなくて、どこまでこのままの自分でいいかっていうことのチャレンジそうだね、ジョナにもそれをしてほしいな、まっすぐ歩んでいく、うんうん、あとさらけ出した方が好かれるよとは言ってたよね、絶対そう、それは全員そうだと思う、うん、なんかさ、喋んなくなった時の方がさ、大豆さんはさ仲良くなると思うわけでしょ、うん、あ、心地いいなって思える、うん、へえ、そういうもんか、ライブでも一回やってみたら30秒ぐらい無言、怖っ、ちょっと座っていいっつって、うん、私だってあの一人のライブの時に水飲む時間も怖いんですよ、わかる、その感じすごい伝わる、最近ラジオで喋るもんね、音なんか出しといてって思う、パワーライブの時すごい思った特に一人だじゃん、ね、他の人たちグループでやってんのにさ、一、うん、人ライブでさ鳥だからさ、確かにね、すっごい思った、でも私はもちろん素晴らしかったよ、素晴らしかったんだけど、こんなに喋んなくてもいいと思ったね、なんか鳥で出てきて曲と曲の間さ1分ぐらいさ無言でさ、ただ自分のコンディションを整えるだけとかをやるじゃん、うわアーティストっぺーってなる気して、あー、うん、なるほどね、結構その感じあっていいなって思った、うん、ジョナは、まあ、確かにね、ジョナのいい子っていう部分で売るんじゃなくて、私はさジョナのちょっと感じ悪いぐらいでいいと思うそれやれるのリンゴミュージックでジョナがも似合う、でもさ一人でいると J ってさ穏やかなんだよ、穏やかだよそれはね、喋、うん、ってる時はね、でもライブ中穏やかだばまいよ、30分一人でとかそれはやっぱりだってこの人たちをさグッて持っていかなきゃいけない時に、私はさジョナはさちょっとさあの S 系あった方がいいと思うな、S 系だってないことを言ってるんじゃなくて本当はあるから、ちょっと意地悪なとこあると思う、意地悪です、意地悪だよね、うん、意外とさファンの人たちに対してさこう媚びでくスタイルでは絶対ないから、うん、だからもっと女帝感っていうかさ、あでもさクイーン感あった方がいいと思う、女帝の才能はあると思う、うん、あるあるある絶対ある、うん、そう、うん、もっと私感じ悪い方が人気出ると思うよ、喋、うん、りすぎだよ、あれ映像止まってます、バッテリーが切れそう、あ30分で終わるとか言ってもう40分ぐらい喋ってるの、すごい喋ってるそんな喋ってる、絶対喋ってる、めっちゃ語ってんのよ、めっちゃ語ってる、ノーカットで出したいまあでもリンゴミュージックのさしたい感じもあるから、うん、うじらかやが言えることじゃないけど、私はそのライブパフォーマンスなのにもしてるところはうわまだまだ余裕ねえなって思いながら、いやない、特にパワーライブはなかったから、なかったよね、うん、
あのさ並びでさ、おりんとかもさ来てさ、さいかとかも来てさ、やった中でさ鳥一人じゃん、うん、みんな。しかもあのセットのないステージで、セットのないステージで一人ハンドマイク弾き語りなわけでもない、うん、あの中でもちろんその気持ち上がるけど、そこでやっぱあの市民会館をさ、全員ありがとう私のために前座っていうあるのよ、その素質が。いや、あると思う。あると思わない？全然あると思う。絶対あるよね。誰よりある。オーリンより全然あるよ。悪いけど、オーリンはさ、オーリンはすっごい気配りの、このさ、低く低く言ってるあの感じは多分根っからなのよ。で、別に、ジョナはもっとさ、実は一番クイーンだから、言える。それを見越してない今ソロのこのこれだけの力の入れようだと思うよ、リンゴミュージックは。あと私運あると思う。ああ、それもあるね。それもさ、やっぱりさ、実力のうちだよね、うん、自分の実力を生かすための追い風が勝手に吹いてる。わあ、この時乗らないとさ後悔すんだよ、うん、ああやだ。あるよ、あるよ。でもそれはさ、 J じゃないと吹がない風。吹がないよ。私が同じ場所にとっても吹くわけじゃない、ね、でもそれもさ、いいの。 J の場合は感謝とかいらない、うん、ああ私吹かせてんだなぐらいの、うん。でも私チャンス逃すタイプって言われるんですよね。誰に？なんか占いとかそういうやつ。あ、なぜなら本当は女帝なのに大丈夫かな、この船乗っていいかなみたいな、うん、心配したりとかさ、こう考えたりとかさするの本当は向いてないと思う。向いてないの？向いてない。できるんだよ、器用だから。でもしなくていい絶対。え、確かに無駄に器用だな、うん、いわきの謎のいたこ柄のメッセージだと思って受け取って。その器用さ、確かに器用さは時にここが、うんうん、臆病になるかもしれない。ソロアーティストで今さ、リンクモア埋めれるようになってるわけじゃん。この後さ、隣に来なきゃいけないから。だよ。うわっ、隣に来なきゃいけないから、え、バンドいらないですって言ってほしい。うわかっけーの、うん、え、いりますバンドみたいなバンドが悪いわけじゃなくて、うんうん、自信のなさをバンドで埋めるのは絶対ダメよ。そうですね、いてくれるから安心っていうのはめっちゃわかるけど、うん、そこで立てる人だからこそバンドいた時にバッていけるから、うん、ありがとうリンゴミュージック、私のために今まで十何年やってきてくれたのねっていう気持ちでいいと思う。うわぁ、俺は勝手にそうあれしてるよ、思ってるよ、うん、なぜなら売れた時私たち引っ張ってもらわなきゃいけないからよ。もう本当にあの暗夜に連れてってもらわないといけない我々。あ、ジョナ呼べるよ、うん、FM って、うん、地元だったら来てくれんじゃない、うん、って4時から来るよって、うん、4時から来るよ、うん、言えるよね、うん、その頃にはリンゴミュージック経由だったら頼めねえから、うん、ジョナに直接連絡しよう。じゃあ行こうかなって前すれば。どうですか、どうですか、うん、ちょっとあの心の奥底に留めておいてみて、うん、そうですね、うんうん、いつか解放できる時が来たらいいな、早めに。まあ、でもそうなるためにはあと3回ぐらい失恋した方がいいな。うん、3回も、うん、いや失恋はさ大事だよ。3回もしないとダメか、うん、ファンの皆さん、うん、ごめんなさい、ね、3回ぐらい失恋、うん、あの仕事に支障を来たしませんので、はい、来たしてもいいんだよね。来たしてみる、来たしてみよう。うわ、後ろついに我々リンゴミュージックにたどり着ける。怒られる、やめなさいよ。もう FM から怒られるんじゃなくてリンゴミュージックから怒られる。大豆さんの家に行って、だって言えばいいよ。あ、うん、はい、道進行と道に行って貼られるね。それであの間接的に家バレをするっていう、ね、怖い、晒される、晒されるわ、晒される、石投げられるわ怖い。石投げる際はあの回数間違えないようにしてください。そうだね、他の階の住民に罪はないので。そうだ、ね、質問もでも、まあ、結構やれた方だと思う。大丈夫かな。じゃあ、豊川社長、この二人仕事待ってますっていうの。あ、それは大事かもしれない、ね。ジョナから言ってもらっていいですか。見てるのかな、豊川社長。このお二人とぜひもっとたくさんのお仕事をできるように、あの私はもちろんですけれども、リングミュージック全体としてもね、あのいろんな方たちとできたらなと思っておりますので、ぜひ私たちの大好きな里村さんと大豆さんとぜひよろしくお願いします。あとこれ他の曲では言ってないですっていうのだけあの言っといてください。これあの他の曲では絶対に喋っておりますので、ここだけのお話なんですけれども、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、来年はおそらくリンゴミュージック所属の里村よしみと私も、それはね、でも全員フリー転身からのリンゴミュージックじゃない。だってリンゴミュージック初のアナウンサー枠っていう、うんうん、すっごい、まだ FM に怒られる話してというわけで、でも社長大好きですよアナウンサー。ほら、私一応肩書きアナウンサーだから、うん、でも社長の好きなアナウンサーと絶対違うと思うけど、私をすぐアナウンサーにさせようとして、ほらだからそういう言ったの、私もジョナ大学卒業